洲本市のアルプス公園にやってきました。駐車場とても広いですね。でさらにこの下に第2第3駐車場っていうのもありましたので、相当大きな駐車場が用意されているようです。でここが標高が、670m ですかあるということで、眺めがとてもいいということなのでやってきました。いや、とっても綺麗にしてる公園ですね。お、正面に見えるのは北アルプスですか。下に見えるのが安曇野ですよね。これ松本はこっちかな。こっち側は松本でしょうね。立ち入り禁止。あそこにね、何山の名前を書いた看板があるのに、なんか工事をして、まだできてないとか、あの安全確認の検査が済んでないとか、そういうことじゃないですか。崩落した？ああ、なんかちょっとね、腐食したような感じだもんね。あれのせいかな。あ、風が強いです。なんとここは無料で入れるそうです。365パラナマって書いてますね。これあの反対側は美しが原のようですのでね、眺めはめちゃめちゃいいでしょうね。松本市大和自然博物館。はい、床に地図があってですね、ここが現在地ですね。で正面が大竹が長ヶ岳ですね。で奥穂があって槍ヶ岳があってということですね。でここの反対側に美しが原があると、こんな場所ですね。あ、前言った高ぼっち山がここですね。エレベーターで5階の展望室にやってきました。おお、素晴らしい。そこが松本城なんですかね。あのブラタモリでやってましたけど、この川がこうぐーっと蛇行しているところにお城を築いたっていうふうに言ってましたね。で、あっから来たんだよね、上高地の。あ、やっぱりそうですね。そうね。うん。で、あれが、あの、穂高ですね。常念。ほら、やっぱり常念だったんだ、うん、これ。で、この、あの、あれが、その、つば九郎。つば九郎と、あの、なんていうの、表銀座の。うん。西。うん、やはり軒岳とかが
って向こうの森根とかぐるっと回ってるんです。向こうが白馬岳の方ですね。はい、前に行った高ぼっち山があれ見えてるんですかね。あれが高ぼっち。もうちょっとアルプスの南アルプスの方が難しいね。木曽駒はあれ。この突起の雲の中じゃない？木曽駒。これだよ。木曽駒やろ。あ、見えるよ木曽駒ほら。あそこにポコッとあるじゃない。この戦場型って。あれが木曽駒だよ、うん。出てきました。とっても綺麗なところを無料で見られてよかったね。はい、どんぐりが落ちているそうです、駐車場まで戻ってきました。ここまでで20分、 700m、 標高差 34m です。いや、もう秋ですね。紅葉もぼつぼつこちら始まってましたけど、アルプスの方が綺麗に見えた。なかなかいい公園でした。では移動します。